セレッソ大阪、清武博士。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。僕は三浦篤弘さんが憧れて、小学校の時から同じ小学校 で同じ指導者だったので、ずっと目指してやってきました。三浦篤弘、代名詞のブレ玉シュートで多くのゴールを奪ってきた。フリーキックの名手としても名を馳せた。あんまり選手知らなくて、で、まあ、暑さのことは僕知ってたんで、小学校も一緒だし指導者も一緒だし、まあ、なので自然と目指し始めましたけど、でもフリーキックすごかったんで、まあ、暑さの本買って、まあ、練習したりはしてました。まあ、自分がね、ちっちゃい頃に目指してきた選手のように、やっぱり自分は今そういう立場なので、まあ、もっともっと夢を与えられるような選手になりたいなと思います。清武博士のヒーロー。